皆さん、この映画はもうやめです。あれはワンサーとナーサー、本当に高いワーナーブラザース。何ですかこのグダグダは。私たちブラザーズ騙されました。日本で大人気のサムライアニメーション、まかな嘘でした。これ銀玉じゃなかったです。いや、それもサムライじゃないからね。忍者とか死神だからね。こんな下品でめちゃくちゃなアニメーション、世界のマーケットではビジネスできません。もう終わりです。そして永遠にグッバイね。パート2の夢が。銀ちゃん、アニメ銀玉もうこれで終わっちゃうあるか。下品でめちゃくちゃなアニメだと、最高の褒め言葉じゃねえか。終わり？バカ言ってんじゃねえよ。まだ始まってもいねえよ。いや、意味わかんねえし。つかそれ思いっきりパクリだよね。